ゲームイズの山田です。今日は銀座ですね。もう日比谷と銀座でのロケが3日ほど続いております。今日はね、1個新しいコーナーをちょっと冒頭に作ろうかな。その名も泣きポケコーナー。まあこれ全然好評じゃなかったらすぐやめちゃうんですけど、最近ね僕気づいたんですよ。この設定画面でこの音楽とか効果音ってオンオフできるんですよ。 BGM いらんみたいな人はここをプンってやるとね消えるんですね。図鑑のさ、このはいポケモンをタップした時にさ鳴き声出るんですよ。この鳴き声だけにできるんですよ。2問じゃ今日出すって言うのかな。でシンキングタイムは10秒。一体何のポケモンなのか当ててみてください。じゃあ1問目はちょっと簡単なやつでいきますよ。それでは第1問、このポケモン誰だ。もう一回タップしますよ。はい、シンキングタイムは10秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。わかりましたかね。わかりましたか。それでは正解はこちら、ででん、コイキングでした。これはでも特徴的な声だからね、意外と分かったと思います。それではもう一匹いきましょう。ちょっとマニアックなところにしたいな。 OK、 これでいきます。このポケモン誰だ。このポケモン誰だ。シンキングタイム10秒。1、2、3、4、5、6、7、正解はババン、ラプラスでした。いやーこれね、今挙げた2匹はね割と分かりやすいと思うんですけど、もっともっともっとマニアックなやつらがいると思うんで、次回以降ちょっとですね出していこうと思います。はい、ということで本編なんですが、今日はねお伝えしたことがいくつかあります。ちょっとダラダラっとね喋る感じになっちゃうんですが、その辺ちょっとご了承ください。まずは鳥取イベントの話なんですが、あれ公式さんかなが調整してますみたいな、そういった宣言だったんですね一番最初は。11月の確か19か21の間でイベントができるように、まあ、調整してますと、今検討してますと、そういった感じの、発表だったんですが、これが多分ねいろんなところで各方面でわーっと広まってって、だんだんねイベント開催が決定しましたっていうようにこうだん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 広がっていっちゃったんですよ。でこのことから鳥取県側がまだ未定ですよと、検討してますが未定ですよっていうことを、正式に発表しました。なのですでに、予定組んでる方とかね、休みを取ってる方とかもしかしたらいらっしゃると思うんですが、ちょっとねまだわからないということだけ、ご理解いただければなと、思います。ただ昨年も鳥取はイベントを行っているので、まあ、行えるそのイベントができるように運営さんは、鳥取県側は多分動いてると思うのですが、まあ、まだ、確定ではないということだけ、覚えておいてください。まあ、焦らずって感じですね。はい、でトレーナーさんたちがすでに、ね、鳥取県の宿をもう皆さんお金あるんでしょうね、抑えてるんですって。すごいよね。だからもしかしたらそのイベント開催決定ってなった段階ではもう鳥取県というか鳥取市内は宿感も取れないかもしれないですね。はい、ちょっとだから僕はまあどっかで車中泊みたいな、もしくはその市外ですね、もしくは他の県で泊まる感じになるかもしれません。続いてなんですけども、まあ、ちょっと鳥取県のイベントに続いてこれ言うのもなんか中止っていうかの話するのあれなんですけど、 GO プラス、ポケモン GO プラス、これありますね。最近よくポケモン GO プラス買った方がいいですかって質問とかがコメントとかリプライでいただいてて、まあ以前の質問コーナーでねお話ちょっと僕返答させていただいたので、それ拾ってないんですけど、そもそも今ポケモン GO プラスが生産が中止しているということだそうです。なので、僕もこの前ポケモンセンターに実際行ったんですけど、それ今店頭にあるのかな、買えるのかなっていうのをちょっと確認しに行ってて、で置いてなかったんですよ。リンゴオプションとかはあったんですけどなくて、でインターネットのオンラインショップですよね、ポケモン GO のオンラインショップの方にも今現在は並んでおりません。
アマゾンとかで買えたりするんだけど、もうすでに割高になっちゃってるんですよね。だから今正規の金額で買えないので、ちょっとどうなんですかね。今噂されてるのは、まあ販売、購入する人が減ってきたから、そもそも、生産しなくなってきたっていうお話と、あともう一つは、まあ、Go プラスの機能を向上させるために今そのなんか第二世代的なポケモン GO、Go プラスの、第二世代的なやつの開発をしてんじゃないのっていうような噂は立ってますが、まあこれは別にソースないので何とも言えないです。なのでポケモン GO のその Go プラスが欲しい方はちょっとまだ、購入ができないような感じになっちゃってるそうです。はい、なのでその点はちょっと覚えててください。今日もうるさいな。なんか銀座ってね、いろんな工事をしてるんですよ、いろんな場所で。だから大概なんかの音が入っちゃうんですよね。ちょっとね、今日ね、小ネタ的な話をね、実は今したくて、砂が溜まってきたじゃないですか。で、今ライコーとエンテ、これへの対策ポケモン皆さんやっぱね準備してきてるタイミングだと思うんですよ。あ、やばい、ちょっと卵1個入れておこう。ほいよ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 い、あ、やばい、もったいない。まあいいや、 1.5 倍使いたくなかったんですけど、はい、僕以前の動画で園庭対策っていうのは今まですでにバンギラスとかを育ててる方ならば、持っていると。持ってない方ならば、ストーンエッジのバンギラスとか、あとは水タイプのシャワーズとかですね、この辺を用意した方がいいよって話したんですが、肝心のこっちですよね、雷光対策のポケモンってどれくらい準備するべきなんだろうっていう話だと思うんですね。あとは強化するラインとかってみんな悩んでると思うんです。で、これってその方の雨砂の、持ってる状況、さらには TL、他の対策ポケモンへの充実度、これで変わってきちゃうので、僕はこういう風に準備を始めましたっていう話を、していきます。一種の伝説に対しての対抗ポケモン、を準備する場合、CP3000 以上をまず僕は雷光準備したんですね。はい、泥掛け地震が2体、両方とも個体値は、割と高いです。で、この3000超えっていうのは耐久力の面を考えてあげてるんですけど、3000超えを複数ってまあきついんですよ。ということで今僕は時点で、はい、2600サイロン、実はこれね、その運よく野生でゲットできた子で、CP だけが高かったんですよ。ただし、はい、個体値普通です。別に、良くも悪くもありません。ただし CP2600、 これだけあれば全然活躍してくれるんですよ。ということで今の子を、あ、卵割れちゃった、ちょっとこの卵だけ割り切りますね、ごめんなさい。はい、車輪なんだ、お、いいじゃん、ヒメグマ。今のサイドンが岩砕きストーンエッジだったので、この子に僕は技マシンの丸をまずは使いましょう。よいしょ、はい、まずは泥かけになりましたね。で、はい、サイドのストーンエッジ忘れさせて、どうだ、あっ、やってくれ、地震、おし、オッケー、ヒヤッとした。はい、ということで3匹僕は今泥かけ地震ができましたね。で、3000超えが2体と2600が1体、まあ、これだけいれば上3体がサイドン、泥掛け自身のサイドンになるのでもう大丈夫かなと。もう1体ちょっと悩んでるのがこの子ですね、2400。こいつは泥掛けストーンエッジになってるんで、まあ、ストーンエッジだけを今度また技マシンスペシャルが手に入り次第この子は使って、でさらに CP も今上げちゃおうかな。はい、はい、ということでマックス強化を6体編成する必要はないよということをちょっと今回お伝えしたくて、この映像を今お見せしてます。雷光の後にその電気タイプで強いやつが近々来るかと言われれば、まあ、ノーなので、そのことを考えると、まあ、これくらいでいいよっていう話ですね。ちょっとね、強化とかしながら話が多分長くなっちゃってるのでまとめます。対策ポケモン、まあ、やっぱり作っていく必要はあるのですが、全てが全てマックス強化である必要はありません。3000超えられるやつに関しては3000超えを、1体か2体作っておくと、まあ、耐久面でね、美味しいんですけど、 CP が高くて個体値ぼちぼちのやつとかでも即戦力として使えるので、そういうコラも揃えて、戦っていきましょう。普通かつ、CP が高いやつは即戦力として、使ってあげましょう。
さっきね僕強化した子2600のにした、下手の子はこの子ね、はい、よいしょ、はい、とっても強いですね。これレイドでゲットした子です。はい、ということで僕は、3000超え3サイト2匹、2600サイト2匹、まあ1匹まだ技マシンでね、技変えますけど、これで、雷光バトル、やっていこうと思います。残りの2体はね、海竜とか、その辺をね、適当に入れておこうかなと。はい、長々ちょっとねおしゃべりしちゃいまして失礼しました。それでは最後に質問コーナー行きましょう。はい、それでは今回はね、4つ質問答えていこうと思います。まず1つ目、お名前がサムモリさん、アツモリの逆ということですね。はい、質問、卵からメリープ100生まれたんですが電流にした方がいいですか？電流が強いと思いません。よかったら教えてください。僕だったらやらないですね。ぶっちゃけ攻撃力はサンダースの方が高いし、でサンダーを持っているならば 100% 電流よりも 85% とかのサンダーの方が強いんですよ。なんで僕だったらアメがもったいないのでやらないです。さらに雷光も来るしね。今のタイミングだとちょっと微妙だと思います。強化しなくていいんじゃないでしょうか。続きまして、お名前が NTSJ ゆうすけさん、すごい名前ですね。質問、今持っているスイ君の最高個体値は 85% なのですが、もしそれより上の個体をゲットできずにスイ君レイドが終わったらその子を強化すればいいですか？教えてください。いやー、あのね、シャワーズにしよう。そこはシャワーズ強化しよう。やっぱねー、さっきねー CP って僕ねさっき話したじゃないですか。サイドンとか強化してる時に個体値よりも CP だよって、まあ種族値イコール CP のその最大の上限、あばばば戻りました、ごめんなさい、画面割れてなかった、もうあ違う、もうすでに割れてんだった。はい、CP がやっぱり3000超えなかったはずなんですね、スイ君で。それに対してシャワーズ超えてくれるし耐久力もあるから、スイ君にアメを使うぐらいだったら、シャワーズに使いましょう。スイ君の場合ね、あれ不思議なアメを使うことになっちゃうけど、正直もったいないと僕は思うんで、まあ、目覚めるパワーがやっぱり注目若干されましたが、今のゲームシステムだと目覚めるパワーが有効な場面っていうのはマジでないんで、全然やんなくていいと思います。はい、続いての質問ですね。はい、菊川千さん、質問です。激凛海竜を作りたくて、破壊光線の海竜に技マシン使ったんですが、暴風と破壊光線の繰り返しで激凛が出ません。バグ、運がない激凛は出ないのどれでしょうか？運がないですね。これはでもね、まあどうしても確率は常に2分の1なので、外れ続けることはありますね。根気よくやるしかないかな。僕もね、一度不思議花をねソーラービームにしたくて技マシン結局5個使ったことがあります。後々考えて不思議花にそれ使わなくてよかったかなって、はい、後悔してます。はい、次がラストの質問です。お名前が白木ひかりさんかな。レイドバトルのゲットチャンス時、金のズリの実はどんな基準で使ってますか？そうですね、結構その個体によりますね。じゃあスイ君、最近僕がスイ君ばっかりやってるので、それで話していくと、今持ってる個体値のスイ君たちが、まあ、割と高いやつが集まってきたんですね。 100% はいないにしても、159なんとかとかあたりがもう取れてきたので、最近はスイクに関しては、個体値、最近最初 CP が16超えないと金釣り使わないです。159運とかのやつらはもう普通に釣りのみ使ってますね。僕は最初は1発目に2発目1匹目2匹目は金の釣りのみ使って、で6体7体8体って集まってきた段階で、自分でボーダーを、まあ、設けると。まあそうですね、個体値で基準設けるとしたら 90% からですかね。後半になってくると 90% 以上になったら使うで、 90% もすでに入手結構できてきたなってなったら 95% ぐらい前後、に引き上げていく感じでやってます。スイ君ね、もうねお腹いっぱい昨日調べたらね、割ともう個体値そう16超えてるやつが3体ぐらいもいたんで、もうなんかまああとはね 100% がゲットできたら嬉しいなって感じ。
うん、経験値があとはね、のために取ろうと思ってます。はい、そんな感じですね。はい、ということでね、今回もまた、この動画のコメント欄に質問と入れていただければ次回の動画で何件かありますのでいただきます。よろしくお願いします。結構ね、いろんな質問が来てくれると、あ、今そういうのが皆さん気になってるんだなと、ユーザーさんが気になってること、僕も分かるので、動画作りの、ね、参考にもなりますので、ぜひぜひ、コメントよろしくお願いします。はい、ということでね、今日はね、もうこの後ささっと会社に行かないといけないんでね、この辺で切り上げと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。